皆さんこんにちは、ぽっこちゃんです。今回は久しぶりに麻雀対局動画をお送りします。東1局、おや、かなりの高ハイパイが入りました。チートインシャンテン、スワンコーリャンシャンテン、ドライアンのやべえハイパイです。6ピン来ましたが、宗教上の理由でドラを切りたくないので捨てます。47ピン受けはいりません。ここで6万ツモ、4ジョンでスワンコーイシャンテンになりました。 M リーグならあの人が絶叫してるでしょう。その後トイメンから4万が出たので、ポン、スワンコーも考えましたが、出上がり18000、ツモ8000ウォールに受けます。折りはないので全図体制です。下茶が3200を上がって親番終了。人の夢と書いてはとないと読みます。5万引き打とと、やる気が出てきました。イーシャンテンになりました。まっすぐ進めますぽいのきた。最高の初走撃、さっきバイマン流された恨みのこもった先制リーチです。上がれました。裏位置で5200です。手の価値があまりないので、危険そうなとこから先切りしていきます。親にポンが入りました。間に合ってないので折りを選択します。白を泣いたトイメンの親が5800を上がってトン3局1本場へ突入です。ドラドラでまずまずなハイパイです。タンヤオに向かってまっすぐ進めます。まさかの神茶2巡目リーチ、全く間に合ってないので折りに回ります。赤子ピンです。よだれが出ます。ドラさんなら行く価値あり、押していきます。やってますね。白が重なりましたが、気配が少し整うまでは泣かないタイプです。先制リーチが来た際に回れるよう残しておきます。ここでよだれが出るドラの点3ピンツも、一気に形が良くなりました。白が出れば泣いていきます。2枚目の白を泣いていきます。トイメンにマンズは打てないのでバナナソー。その後5層が打たれたのでポン、白ドラドラ3900の天敗に取ります。
Oh my God. リチオンピンは鉄チー耐性です。オメガ、その後運よく転配し直しました。白、赤、ドラドラでマンガン転配です。しかし上がることができず、流局全員転配で一本場となります。やることがないハイパイが来ました。チートイツを目指しつつ、先生が来たら全折り体制で打っていきます。あの手が7巡目、チートイツドラドラのイーシャンテンにまでなりました。しかし無情にも下茶からリーチ。しかしその分、下茶がマンガンを積も上がり、難波に突入します。まずまずのハイパイが来ました。2着落ちの親なので頑張りたいところ。目指しますが挫折しそうです。笑い。4万チーする人もいそうですが、シャンテン数の変わらない泣きは基本しません。チートイツイーシャンテン数ワンコーリャンシャンテンのままいきます。ここでタンヤをチートイツ先輩、親の先生即リーチをかけます。4万が4枚見えており、3万待ちで勝負をかけます。ダスズマゴミ、ハイパイでリャンシャンテン。打点はないですが軽い手が来ました。イーシャンテン、これは先制リーチに行きたいところです。ですがその後入らず、下茶からリーチ。あっさり積まられ2004戦クソゲーオブザイヤー受賞です。初
ハゲタコみたいなハイパイです。危険パイを抱えすぎないよう注意して打ちます。すやおめが。続いて一本歯、ハゲタコに毛が生えたようなハイパイですが、頑張って進めます。イーシャンテン、ここからが勝負です。カミ茶、シモ茶からの二軒リーチ、缶も入っており、場が沸騰してきました。その後、親がまたあっさりつも。6100オール、モンドセレクション金賞のクソゲーです。赤もドラもないハイパイです。現実的にトップは厳しいので、壮絶な二着争いとなりました。ゴピンのドラウケ両面ができました。赤ゴピン引きます。8ピンですよね。先輩、一枚切れの西が狙い目と見てリーチします。打点がクソ雑魚なめくじ、止めがオメガ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 、ヤマタのクソワロチ。ダメくさい。ダスズム。ゲボ。壮絶な二着争いになってますが、まずまずのハイパイが来ました。一番欲しかった7ピン引き、よだれ出ます。ドラの9ピン引き、形は悪いですが、玉で役もなくトップ目以外は攻めてくるため即リーチします。行くしかない。コミチャがまさかのアリコッコちゃん、8000波8900、何とか2位を死守できました。今ここに神茶が飛んだことをお知らせします。
それではまたどこかで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると幸いです。コッコちゃんたちのチャンネル。